他にも何かこういい機能というかね、皆さんで開発されたところっていうのは、小田君たち頑張ったやつじゃない？プラグイン快適、プラグイン快適機能、プラグイン快適機能、そうですね、全然わかんないですね。プラグイン快適機能、プラグイン快適機能、はい、これはそういう名前でこう皆さんに出ている。そうですね、私がねこの太田チームにね、お願いしたのがこの充電器をね、はい、もうプラグインって充電器を挿すってことです、はい、プラグイン、うん、で快適機能だから、はい、充電器を挿してる時にね、いわゆる待ってるお客様が、はい、車の中で快適にね待っていただこうと、うん、今までどうなってるかっていうと充電するじゃないですか、はい、充電するともうエアコンとか使えないわけですよ。だから急速充電します、サービスエリアでね、急速充電器あるなって言って、はい、まあ、空いてるなって、はい、充電器に挿すじゃないですか、うん、そうすると大体もう30分ぐらい、まあ、20分30分待つわけですよ、はい、でその間、まあ、春とか秋だったらね気候がいいんですよ ね、 いいですからね。でも今年夏すごく暑かったじゃないですか。もうすごい暑かったですもんね。あの中でやっぱお客様とかね、結構この車買われる方って結構ご年配の方も多いんですよ。あ、はい、もう60代とか、うんうん、そういう方も買ってこれ、まあ、そうするとねもう汗かきながら待ってられないですよね。ですよ ね、 ね、であとねやっぱりなんで待ってるのかっていうと、やっぱり電気自動車の皆さん来られるじゃないですか、はい、某ね、某電気自動車のね、うちも電気自動車ありますけど、はい、そうすると待ってるわけですよ。でガソリンで走る、ね、車がそこで充電されてるとプレッシャー、お前電気自動車はね待ってるわけで、もう大変です、そこは申し訳ないんですけどね、もう本当申し訳ないんですけど、でお客様はやっぱ気にして待ってるわけですよ、はい、でそうした時にやっぱ外で、ね、暑い時待ってるってすごく、ね、負担じゃないですか、うん、ね、女性の方とかね、子供とか、ね、で彼にお願いしたのが、なんとかね、なんとか待ってる時どうにかしろよと、どうにかしてほしい、どうにかしてほしいね、暑いのは嫌だと。そうそう、はい、じゃあ具体的にこう、どう、まあ、具体的に言っても、まあ、ほぼほぼ説明していただいていて、そうですね、充電中にエア空調が使えるだけなんですけど、はい、ただ、まあ、操作方法をちょっと説明しますと、充電器を挿していて、今まで給電式のアウトランダーでは充電器を挿してパワーオンをしてしまうと、まあ、普通充電は充電継続できるんですけど、急速充電100ボルトとか200ボルトな、すみません、ちょっと専門用語を使っちゃう。急速の速い充電器で IG オン、パワースイッチをオンしてしまうと充電が止まっちゃうんですね。止まっちゃうってことあれだよね、あれ課金、お金かかるじゃないですか。そうですね、お金かかるのに、例えば太田君がピュンってやっちゃうと、はい、ね、車がピュンって動き、電源が入った瞬間に課金止まっちゃうんです。でももう一回お金取られちゃうんです。もうすごいお客さん怒られちゃうんです、それは怒られちゃいますね。ですよね。お客さんも暑いから全部我慢できないわけですよ、ね、うん、であれ止まっちゃったよって言って、しまったと思っちゃうんですね。そうなんですか。それが、まあ、今回は課金でき止まらないようになったんで、うん、まあ、止まらないようになったっていうのがいいところなんですよ。なんでそれは空調が使えるだけじゃなくて、例えばパワーウィンドウを上げたいですよっていう時だけでも、はい、普通の車っていうのはだいたいパワーウィンドウをつけて結構電気を食うもんですから、はい、スイッチ、パワースイッチをオンしないとできないようにできてるんですけど、はい、まあ、そういうのもでき付属的にできるようになったっていうところが、まあ、新しい、ね、ラジオも聞けますしね。そうですね、そうですね、窓も開きますし、はい、待ってる間も快適に、本当に快適機能ですよね。そうなんですよ。これがね、あるとないとじゃあ多分急速充電でね結構使われてる方も多いので、はい、だいぶ違うと思いますし、もうこれでねちょっとすぐもうすぐ出せると、もうごめんなさい電気自動車の皆さん、すぐ出しますから、ね、そうです、ね、僕待ってますからっていうのができますね。はい、こんな感想が来てまして、はい、そうそう、この夏の急速充電中は辛かった、今の PHEV につけてほしいという、あ、もう大変面白い、新型車をお買い上げいただければ漏れなくついてきますので、はい、ね、はい、はい、ありがとうございます。さあ、そしてですね、先ほどEV プライオリティモードっていうものも、はい、少しちらっとね、お話あったかと思うんですけども、はいはいはい、これは具体的にどういったモードなのかもご説明していただいてもいいですか。そうですね、私からでいいですか。まずあれよね、その EV プライオリティモードって、うん、やっぱり産む、これも実はねこの年式の一つ前から入ってるんですよ、はいはい、だからもちろん今回またもう一回、ね、改めてご説明したいなと思うところもあって、はい、この EV プライオリティモード、まあ、我々 EV 優先モードとかで言って開発してたんですけどね、はい、これこの前前回説明した時は少し高尚な話でね、はい、いや、ヨーロッパのね奥様方が子供に賛成部があって話したじゃないですか、うん、はい、聞きました。もうだからもうエンジンかけたくないんだって、うん、
で今回ちょっともうちょっとあの日本のおじさま向けの話も、日本のおじさま向けの話です。これも実はね、私が作った話じゃなくて、あのディーラーを回ってる時にね、あのトップセールスの営業マンからこうしてくれんかなって話がいろいろあった中の一つ、はい、多分山田さん聞いたらがっかりすると思うんですけど、なんだろうあのお父さんね、やっぱりゴルフ好きじゃないですか。ゴルフ好きですね。好きですよね。で朝からね、うん、朝早くから出ていくんですよ、ね、行きますね。だけどエンジンかかったらバレちゃうじゃないですかバレちゃいますね。あなたどこ行ってんのってなっちゃうでしょ、はい、でもこの車だとねバレないんですよこれね、EV 優先モードこれね、はい、こうバレないようにね、こうねちょっと頑張っちゃったのが彼がね中心になって開発してくれたね、EV 優先のも。さっきのね、どうなってるかちょっと聞いてほしいですね、はい、そうですね、EV 優先モードっていうのは、アクセルを、ちょっと深めにはんあの踏み込んでもエンジンをかけなくするっていうのが、メインの機能になります、うん、絶対かかんないんだよね、そうですね、アクセルを深く踏んでも、深く踏んでもかかんないです、はい、であのそれプラスあとですね、車って暖房にそのエンジンの熱を使ってたりするんで、はい、あの暖房を使うとエンジンがかかりやすくなるっていうのもあるんですけど、この EV プライオリティモードっていうのを使えばそれもエンジンがかからなくなるというふうになってます。逆にそれ何言ってるかというとね、うん、あのお客様にこうお願いしたいのが、はい、その EV 優先モードを使いこなそうと思うと、ほう、大変申し訳ないんですけども、はい、電気温水式ヒーターをねオプションを選んでいただけると、はい、あの冬に EV 優先モードをしちゃうとですね、暖房彼が言うように効かせない。本当に実はね、我々もいろいろ葛藤があって、うん、やっぱり冬になったらさ、もう暖房効かせよ、もうね、子供寒がるしみたいな話のね、彼らも言ってて、はい、いや絶対かけさないっていうこう攻め合いだった。結局そこは電気温水式ヒーターをね、はい、オプションを選んでもらえてると、はい、そエンジンかけなくてもね、あの暖かい空気出るわけです。うーん、だからお客様になんとかね、あの EV 優先モードを使いこなすためには、はい、ちょっとだけお金出してもらってですね、ちょっとだけ60回払いすると安くなりますから電気温水ヒーターをね選んでいただけると助かるよ、ね、より快適に。で先ほど、ね、あのおじさまの技はこれエンジンをねかける、さっきブレーキ踏まずに、はい、あの電源を押しました、ね、はい、押しました。あの状態で EV 優先モードを押してもらって、でもう一回レディにするともうね車が起き上がった時にはEV 優先モード入ってるんですよ。なるほど。そうすると奥様に見つからずに見ちゃうっていうのを彼が考えたんですよ。これ彼がそれはでもやっぱりこうね、奥様的にはちょっとねこう、いやいやいや、私たちねお父様の味方ですから、ね、そうですねでもやっぱりそういうねお客様の声からこういったいろんな改良点というかね、生かされているということですよね。はい、ありがとうございます。